ほほーい、クレヨンしんちゃん始まるぞ。君が出してる力は本当、君の本気の何パーセント、いつか全力 100%、 それは疲れちゃうけど、ありがとうっていう気持ちとごめんなさいっていう気持ちはちゃんと伝えた方がいいよね。正直になれるかな。明日から本気ですから、ねえねえ、ねむねむ薬してからの方がいいだよね。僕の気持ちの 100% 届け届け君に。そんな気持ちの何パーセントは練習が足りないけど、僕の気持ちの 100% 届け届け君に。いつも変わらず元気でみんな笑顔になれるよ。なりますな。野原家クリーンポーズだぞ。3、2、1、どうぞ。ごちそうさま。夏の食後はごちそうさま。今日は食後のデザートにいいものあるわよ。何？プリン。プリン？朝から並ばないと買えない人気のお店のプリンなんだって。きっとすごく美味しいわよ。なんと！俺が得意先からいただいたんだぞ。俺は風呂入ってから食べよ。おお、僕パパとママの子供でよかった。おいおい、気持ち悪いな。はいはい、冷蔵庫に入ってるから取ってきなさい。おはい、プリンプリンプリン。おお、お高そうな箱入り。リンリリンリンリリンリンリン。おお、さすがですな。ガラスの瓶に入ってらっしゃる。いただきますから色っぽい。おお、とろける。うまい、うますぎる。埼玉メーカーにしたいくらいうまいぞ。ほうほう、こっちは抹茶味ですか。どれどれ。たまらんち。ほうほう、次はマンゴープリンですか。マンゴー、たまらんち。幸せ。お次は、オラが知らないうちにオラが全部食べちゃった。どうしよう。おのり、お前は一生おやつ抜きじゃ。俺の分まで食べやがって。足草攻撃だ。まずい。でもプリンはうまい。なんとかしなければ。そうだ、ひまが食べちゃったことにすれば。どうしたの？なんでもないぞ。どうしたの？まだプリン食べてないの？いい感じ。豆腐はやっぱり豆腐か。甘い。うまうまい。豆腐も全部食べちゃった。風呂出たぞ。はい、じゃあ私も入っちゃおう。
さーて、プリンプリン。あ、プリンは？おい、プリンどこだ？えへへ、楽しいね、姫。へっ。ああ、どうしたの、父ちゃん。プリンからじゃないか。どういうことだよ。それは、母ちゃんが食べたんじゃないかな。何？母ちゃん最近食べても食べてもお腹が空くって言ってたし。本当か？なんでオラを見るの？普通に考えたらこの状況。父ちゃんはオラを信じてくれないの？そうだよね。父ちゃんはオラより母ちゃんが好きなんだもんね。何しろ結婚しちゃったくらいだし。わかったわかった、信じるよ。本当？ああ、ミサイのやつ、俺が楽しみにしてたプリン食べやがって、風呂から出てきたら覚えとけ。まあまあ、旦那、プリンのことはひとまず忘れて、おビールでもいかがですか？ああ、ビールもない。しょうがね、コンビニ行って買ってくる。ついでに代わりのプリンも買ってきてやるからな。行ってらっしゃい、たまえ。さあ、プリンいただきましょう。いやー、なにこれ、誰よ私のプリン食べたの。父ちゃんじゃないかな。最近プリン体がどうのこうのって言ってたし。なに？ただいま。あなたどこ行ってたのよ。コンビニ。さて、しんのすけ、プリン食おうぜ。私のは。ああ、お前まだ食うつもりか。どういう意味よ。あなたこそどんだけ食べれば気が済むの。まあまあまあ、最近またお腹が出てきたわよ。お前ほどじゃねえよ。なんでして。父ちゃん母ちゃん見て見て、オラのお尻が割れちゃって。あんたは黙って遊んでなさい。そうだ、大人の話に尻を突っ込むな。大体お前はいつもゴロゴロしてるからお腹がたるむんだぞ。ひどい、私のことそんな風に思ってたの。おう。じゃあ私も言わせてもらいます。そんな風に逆ギレするような小さい男だから出世できないのよ。関係ねえだろ。っていうか逆ギレしてるのはお前だろ。なによこのリストな候補ナンバーワンが。ああ、お前ついに言っちゃいけないこと言ったな。そっちこそ出てけ。出てくわよ。あのしんのすけ行くわよ。母ちゃんいつものようにまたすぐ仲直りするんだよね。いいえ、今度ばかりは絶対許さない。あんな人も知らない。3人で熊本のおばあちゃん家で暮らしましょう。そんな。みんな、七子お姉さん、話を聞いてください、お母様。ま、しんのすけも反省してることだし許してやろうや。まったく取り返しのつかないことになるとこだったわ。俺も反省してる。もっとお前の話をよく聞くべきだった。そうね、ちゃんと話し合って信じ合っていきましょうね。うんうん、よく言ったお二人さん。反省が足りんようだな。ところで、私のこと太ってるって言ったの謝ってくれる？そんなこと言ってねえよ。言った。お腹がたるんでるって言っただけだよ。同じことでしょ。コンビニのプリンも美味しいですね。この後は吉永先生のお家で防衛隊会議。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日も雨。それはさておき、昨日は高いバッグ買ったから今月ピンチ。今日の夕飯どうしよう。今日も雨だぞ。ん？外で遊べないね。今日は春日部防衛隊の定例会議だっていうのに困っちゃうね。どこでやる？こういう日は秘密基地に行くしかないわね。え？
俺たち今日は吉永先生の家に行くぞ。え、うち？ちょっと今日は忙しいから。もう来てほしいくせに。みんな遅いわね。久しぶりの秘密基地だね。わ、松坂先生。遅かったじゃないの。さあ行きましょう。あら、出ないわね。なんなの？いらっしゃいませ。どうぞ。むさ苦しいところですが、お邪魔します。あらあら、みんなちゃんと風間くんみたいに靴を揃えなきゃダメじゃないの。松坂先生、子供たちだけだと吉永先生が大変だと思ってきたのとか言って、本当はご飯食べに来たんだったりして。そんなわけないでしょ。今日はこの後六本木のレストランで合コンなんだから。あ、でもどうしてもって言うんだったら食べて行ってもいいけど。あ、そうそう、忘れてたわ。これよかったらどうぞ。え、キャベツ？しかも半玉。このバッグ半玉しか入らなくてごめんなさい。まあ一応人の家に行くんだから手土産ぐらい持っていかなきゃね。これしかない。これ持って行ったら明日からの食料が。あ、このソースにするか。いやいや、それはお腹すいた。よし。ありがとう。この人、しんちゃんの言う通り月末苦しいからうちにご飯食べに来たんじゃ。これでホイコーローでも作ったら。そうね。冗談じゃない。うちだって月末は厳しいのよ。それに今日は純一さんも早く帰ってくるし、なんとしても追い返さなきゃ。ああ、雨降ると肩凝るわね。キャベツ持ってきたからコリコリよ。あ、そうだ、僕もこれ。吉永先生の家に行くって言ったらこれを持って行きなさいって。まあ、イギリス製の高級ビスケットです。こんな高価なもの、どうもありがとう。すごい、さすが風間くんね。それほどでもないよ。キャベツの後に出すなよ。みんなで食べましょう。お茶入れてくるわね。なかなか主婦っぽいじゃない。部屋も綺麗にしてるし、テレビも大きいし、可愛いソファーもあるし。このソファーで夫婦水入らずテレビを見るのね。もう純一さん。さあ、定例会を始めましょう。まずは今日の議題を決めよう。じゃあどうしたら松坂先生が結婚できるか。え？それはかなり難しいテーマね。過去の失敗を全て分析してみる必要があるな。その内容今日中に終わる？可能性は限りなく。私のことはほっといて。お待ちどうさま。まあまあね。松坂先生、一人4枚までね。2枚重ねてもわかるぞ。そんなことしてないわよ。あら、みんなほら見て見て。ああ、それは。ほらほら。わー、これどこ？ハワイのビーチよ。おー、ワイハー。ロマンチックだったわ。何うっとりしてんのよ。こうなったら絶対夕飯食べてってやる。はいはい、じゃあもう今日はこれでお開きね。先生買い物に行くから、しんちゃんたちも送っていってあげるわ。
あら、まだいいじゃない。買い物ならみんなと留守番してるわ。え？居座るつもりか。そうはいかないわよ。遅くなるとお家の方が心配されるし。大丈夫、私が責任持って送っていくから。でも六本木に行くのが遅くなっちゃうわよ。人を待たせるのは良くないんじゃない？振られるの分かってて合コン行ってもね。なによそうね、しんのすけくんがそう言うんなら今日は合コンやめようかしら。うん、うん、いい男からは相手にされないし、お金と時間の無駄っていうか。飲みすぎて虚しく酔うだけ。なことないわよ。今日の合コンは一流企業のイケメン揃いで、しかも私が主役なんだから。あら、だったらますます遅刻するわけにはいかないわね。しまった、墓穴を掘った。はい、じゃあ松坂先生のためにも今日は解散ね。はい。みんな帰るの？だって合コン行くんでしょ。いやそれは。だったら私たちも帰ります。かっく、あ、ちょっとごめん。もしもし、あなた、残業？早く帰ってくるって言うから楽しみにしてたのに。ご飯いらないのね。うん、わかった。吉永先生、今日は一人で晩ご飯ね。先生かわいそう。川にいるのはかわうそう。じゃあ私も帰るわね。あ松坂先生、よかったらうちで女子会でもします？ま、吉永先生がそう言うんだったら今日の合コンは中止にして付き合ってあげてもいいわよ。じゃあみんなでお好み焼きでもしましょうか。完成！キャベツのお好み焼き。美味しそうでちゃう。キャベツ持ってきたの私だからね。あ、ソースなかったんだ。ソースも持ってくればよかった。皆さんこんばんは、ゆずです。来週からしんちゃんの主題歌を僕たちが歌うことになりました。タイトルはマスカット。みんなで覚えてね。お楽しみに。毎日楽しい。あなた、しんのすけにポイントカードを作ったの。なんだそれ。ポイントが貯まるとチョコビをプレゼント。おお、それはやる気が出るかもな。このカードでお手伝いさせて、私はたっぷり楽するわ。それが目的かよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。